こちらのお二人です。はい、女だらけの木曜日最初のコーナーはブリリアント女子部ぽよ。はい、ブリリアント女子部宛てにメッセージいただいております。はい、清武町のゆうさんからいただきました。ありがとうございま す。ゆみちゃんのジャージで陶芸最高でした。ありがとうございます。先週ですね。先週のね、はい、四季のものをデザインして回しながら季節を楽しむのもいいですねと今妄想中ですと。妄想がこう固まったら教えてほしいです。もう一つですね、ミキさんからいただいてます。吉丸由美ちゃんが作ったアロマポット素敵すぎる、私も作ってみたいなといただきました。ぜひぜひ挑戦してみてください。そしてですね、今日も、まあ、この季節の変わり目、体がだるくなってきたりするんですけどね、はい、そんな方におすすめのあれを体験してきましたのでご紹介します。それではどうぞ。あとで夏の疲れが取れないの、そんな時はどうすればいいの。ヨガがあったよ。女子部を代表して行ってきます。足田真奈でした。似てる。スタジオは南宮崎駅より東側、常久小学校や南部体育館が近くにあります。このオレンジの看板が目印です。足田真奈だった。さあ、今回のコーチはこの方、アールプラーノヨガスタジオ R 主催の濱田理香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらではどういったヨガを学べるんですか。はい、うちはアールプラーナヨガと言いまして、アールというのが、まあ、私がリカという名前もあるんですけれども、リラックス、リターン、リフレッシュしていただきたいなということで、スタジオになります。なんか最近体がだるかったりするんですよね。季節の変わりにおすすめのヨガのポーズっていうのもいくつかありますので。初心者の私でもできますか。はい、全然大丈夫です。ヨガを始めるにあたって最初に頭に入れていただきたい3つのことがあります。3つのこと、はい、まず調子。ヨガは必ず瞑想から始まって瞑想で終わります。なので少し目を閉じて気持ちを落ち着かせるというのを第一に。2つ目の超速は息ですね。息を整えるということで呼吸法というのがあります。3つ目の調子は体を整えるということで、はい、まあ、体を動かすのは一番最後に来ると思ってもらっていいと思います。ということでヨガポーズを教えてもらう前に心と息を整えるプラーナヤマの呼吸法を教えてもらいました。深く鼻から息を吸って慣れるまでは口から吐き、慣れてきたら鼻から吸って鼻から吐きます。それではいよいよポーズを教えてもらいちゃいます。猫は肩こり知らないんだそうです。聞いたことはないですが、肩こりに即効性の効き目のあるポーズです。肩こりに、はい、そして首筋から背骨をずっと伸ばしていくので、自律神経を整えて、元気の出るポーズですので、はいはい、ぜひやってみましょう。拳一つ分ぐらいゆっくり足上げましょう、はいはい、そして両手を前について、呼吸、鼻から息を吸ったら吐きながら手をスーッと伸ばしてお尻を少し持ち上げて、お顔を沈めて肩を入れていきます。呼吸繰り返しながらゆっくりお尻を引いて手を引いて、頭を最後に起こすようにして起き上がったら肩リラックスして力を抜きます。伸びたこれがきついなと思う人は少し手を伸ばして肘をつけて沈める、これだけでも十分、大丈夫ですので、はい、じゃあ少しずつじゃあ伸ばしていく、そうですね、調節して自分でできる範囲でやっていったらいいと思います。今度は先ほどの座ったポーズと違ってタッチポーズということで、立ち木のポーズというのをやってみたいと思います。はい、これはバランス系のポーズですごく集中力を高めてくれる効果があるので、まずじゃあ左足をつけて、はい、右足を曲げてつま先手前、甲を太ももに引っ掛けて立ってみましょう。両手を胸の前で合掌をして、はい、一点を見ます、息を吸いながらその手を上に上にまっすぐ大きな木になったようなイメージでバランスポーズをキープします。なんかこれヨガのポーズでよく、はい、見ますね。ポーズを取った後は順に元の位置に戻します。
この時も呼吸を忘れないようにしてください。ちょっと初心者にしてはできすぎですね。はい、チャレンジポーズをちょっと上級編、はい、挑戦してみましょう。亀のポーズというポーズで、はい、これは前屈系のポーズですね。膝を立てたら、この膝をパカッと開きます。はい、膝と膝の間に前屈をしていくんですが、あ、たたたた、もう少しついてる。さらにこれは、この腕から肩をねじっていって足の中に手を入れます。ちょっと待ってくださいね。え、反対の手も入れていきます。くっつくのか。手をつないで亀のポーズというポーズになります。無理やわこれ。無理無理しましょうか。この手無理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 ですね。無理はしないようにしましょう。でも続けたら、もしかしたらできるようになるかもしれない。柔らかくなってできるようになりますね。すごい、上級編はできんわ。ヨガの中のラジオ体操と呼ばれている万能で習慣にしてほしいポーズに挑戦したいと思います。さあ先生、どういったポーズなんですか？はい、太陽礼拝と言いますけれども、全部で12のポーズからできてるんですけど、今日はその簡単なバージョンをやりたいと思います。はい、はい、ぜひ覚えて、毎朝できるようにチャレンジしてください。チャレンジ。先生からみっちり20分ほど一連の動作を何度も教えてもらいました。伸びたり縮んだりと、もこれ覚えるの大変でしたね。それではノーカット3倍速でご覧ください。すごい。綺麗やなこれ。これ基本のポーズですよね。あ、さっきのが犬のポーズなんですけど、まさに体が曲がらんもんね。綺麗曲がってるね。おお、完了。はい、うわーすごい。ちょっと、いや上手上手。本当ですか？はい、もうこんだけ今の短い時間でできれば最高です。先生、私の初めての太陽礼拝、はい、何点いただけますでしょうか？そうですね、80点。80点。はい、初めてにしては大変よくできました。ということは大成功。大成功。上手にできました。イカツのコツのコーナーです。今回はヨガグッズの紹介です。アールプラーナヨガスタジオ R では可愛いヨガアイテムが揃っていましたよ。こちらは秋色コーディネートしてもらったヨガウェアです。深みのある色でおすすめですよ。可愛いでしょ。可愛い、似合ってる。そしてヨガマットにドット柄を発見しました。筒型バッグに可愛く収納してレッスンに通えば大人ヨガ女子ですよ。かっこいい。いいでしょ、あれ。可愛い。またおうちヨガにぴったりのヨガミュージック CD も要チェックです。雰囲気大事ですからね。皆さんもいろんなアイテムを揃えてより一層ヨガを楽しんでみてくださいね。よくできました。じゃーん、スタジオ R のオリジナル T シャツを着せてもらいました。はい、あの最初に言った R がね、はい、たくさんなんか取り入れられた気がします。よかったです。はい、そして先生の優しい声でね、はい、ありがとうございます。はい、満喫できました。はい、10月からまたスケジュールがちょっと更新されるんですけれども、ぜひホームページスタジオ R と検索していただくと、出てくると思いますので、皆さんぜひ遊びに来てみてください。はい、はい、ぜひ皆さんもヨガ始めてみてくださいね。お待ちしてます。いやどうですか、私とヨガ。すごいわ、体柔らかい。普段からこうストレッチとかをこうちょこちょこやってたんで、体がぐーっと、それでもあたたたたっていうところはあったんですけど、でもゆうちゃん柔らかくなったよね。そうそう、前より。もうちょっと前はもうカチカチだったんですよ。本当硬かったんですよ。本当に毎日毎週ねストレッチとかをするようになって柔らかくなってヨガだったので、先生にもびっくりされちゃいました。ゆみちゃんはヨガしたのは本当にこれが初めて。ヨガ初めてです。すごいね。私も見てびっくりした。犬のポーズね。そう、自分でやってるけど見えないじゃないですか。でも
空間と、まず先生の声が優しいから響くわけです。で、音楽とかをかけてやるみたいなんですけど、ヨガっていいなと思いましたね。なんか綺麗女子にこう体の中から綺麗になれる。なんかデトックス効果もあるんですよね、ヨガって。で、巡りを良くして。そう、その中からね、綺麗にできるというか。綺麗になった？綺麗、あゆみちゃん。目つぶってる、目つぶってる。あ、開けて。そしてですね、あの立ち木のポーズっていうのがあったじゃないですか、はいはいはい、あれ私あの足の付け根につけてやってたんですけど、うんうん、ごめんね、ちょっとあの自分の体調とかああいうのに合わせてやってほしいんですけど、はいはい、ちょっと難しいなっていう人は 足首、ここ足首ね、うんうん、足首のところでも大丈夫です、はい、それであの手を上に上げてもらえれば、うん、であと膝、そして足の付け根、はい、で私がやったようにこうやってこれよ、これ難しそう、うん、ですごい、そう手を上に上げるっていう風にやってもらって、まあ、一定集中すれば本当にこれで集中力が高まったりとかするし、なので徐々にレベルをこう自分の中で上げていって調整してもらえればいいかなと思いますので、うん、そういった方法でですね、あの無理はしないようにということをずっと言われてたので、うんうん、毎日やったら良くなりそうよね、だからあの太陽礼拝は習慣づけてあのラジオ体操みたいな感じで毎朝やるといいって言われてたので、はいはい、そして料金のご説明をしたいと思います。アールプラーナヨガスタジオ R では1回だけのビジターからレッスン回数の制限がないコースまで準備されています。ぜひチェックしてみてください。そして場所の説明をします、はい、南宮崎駅よりも東側常久小学校や南部体育館が近くにあるところですよ。興味を持たれた方ぜひチェックしてみてください、はい、そしてプレゼントもいただいていますのでありがとうございます。アールプラーナヨガスタジオ R より無料体験のチケットをペア1組の方にプレゼントいたします。応募方法番組の最後でお伝えしますのでお楽しみに。ぜひですね、皆さんもヨガ女子になっていただいて、内側から綺麗になっていただきたいと思います。以上、いくよ以上、ブリリアントジェジュでした。どうもありがとうございました。入るの早いよね、2人ともね。さあ、それでは CM の後は美味しい話のコーナーです。